はい、あ、お疲れ様です。まあ、あのね、例の曲を作ってくれた人も、まあ、なかなか今となってはやりとりがなくって、何年か前にね、久しぶりですみたいなメッセージは来たんですけども、やっぱりそれっきりっていう感じで、まあ、おそらくね、ネットビジネスに一時期は取り組んで、まあ、利益も出したんでしょうけども、まあ、その後ね、なかなか難しくなったんじゃないかな、というふうには想像するんですよ。まあ、でも私いつも思うんですけども、ネットビジネスをやっていて、コンテンツ売って、で、少なくとも、それを購入したお客さんがいたわけじゃないですか。そのお客さんから見て、自分のネットビジネスの先生がね、ネットビジネスをやめて、なんかいわゆる、脱出したはずの会社員に戻ることって、なんかすごく残念な気持ちするんじゃないかなと思うんですよ。うん、例えば私がね、就職活動して、なんかどっかに就職しました、ってね、ネットビジネスなかなか稼げなかったんでやめましたって言ったら、まあ、それまでね、ついてきてくださった方はどういうふうに思うかなって考えると、まあ、ちょっと、なんかこう、負けてらんないなと思いますね。うん、それは本当にそう思うな。まあ、そういう気持ちもあるし、やっぱね、なんか、信頼を打ち立てるって、その道で生きていくこと、なんじゃないかなと思うんですよ。もちろんどんなことにも引退はありますけども、少なくともネットビジネスを稼げるって言っといて、稼げなくなったから辞めるっていうのは、できれば避けたいなというところはありますね。うん。まあだからといってね、インチキみたいなことをするところまで落ちぶりたくないってところもあるし、うん。まあ複雑なところではありますけども、まあまだまだやっていけそうですね。いってらっしゃい。